この方は2年生の龍崎麗華さん、我が西高全生徒の憧れの的、お蝶夫人、みんなそう呼ぶの。美しくてその上テニスにかけては超高校級のスタープレイヤー。おかげさまで今年はテニス部は新入部員で大入り満員。ねえひろみったら。え、なにまき。あのさ、今日帰りはおうどんにする、それともハンバーガー。これが私、岡ひろみくん。夢おき15歳、生まれはサソリ座。ロンドン本も忘れるな。地区大会に出場するほどの選手が今さら基本練習ですって。いいじゃないの、うまくコーチのお眼鏡にかかって一生懸命やってるんだから。岡くん、君テニスはやめるなよ。どんなことがあってもやめるな。テニスはいいよ。わかったね。はい。なぜあんなに落ち着いていられるの。私はどうしたらいいかわからないというのに、あの二人は思いっきり自分のテニスをやっている。私はどうしたらいいの。悩んで焦って、こうしている間もどんどん人から離される。いけない、何とかしなくては。コーチ、コーチ、お願いです。お蝶夫人にお蝶夫人のテニスがあるように、おらんにおらんのテニスがあるように、私に私のテニスを教えてください。あなたは厚い壁です、お蝶夫人。でもこの第二セットは必ずその壁を破ってみせます。伝わってくる、あなたの燃えるような闘志が。でも私が龍崎麗華である以上、その闘志は跳ね返してみせてよ。